えー、こんにちはトルーパーズの山中です、えー、第1回 tts オフ会ということであの大変毎日暑い中皆さんお疲れ様です大変暑いのでサバイバルゲームじゃなくて1回こういうイベントはいかがということで <laughs> 今回の料理長による軽食おやつなどをつまみながらエアガンやサバゲー装備の調整プラモ制作ナイフや包丁のメンテナンス自身の趣向に合わせてご自由にどうぞ であとはこちらのイベント飲み物は各自持参でお願いしますでイベント中の飲酒は禁止とさせていただきますで食材を切るためのナイフなどを持参する際の運搬は本当自己責任で十分気をつけてお願いしますと開催日時2024年8月25日の日曜日午前10時集合から17時の完全撤収までの約7時間ただ主催の私 今回の料理長の買い出しに集合してから一回設備食器類等を見てこれから買い出しでちょっと朝行っちゃいますけど、まあ、それでこう戻ってきて皆さんと一緒に、まあ、私は今回ちょっとこちらプラモデルを作るまたはあの家から包丁を持ってきてちょっと研ぎ直そうかなと思ってますけども途中皆さんと楽しく過ごして。 でちょっとあの3時からちょっと私店番に入らなきゃいけないので3時前にはちょっとあの退室させていただきます以降の後片付けはちょっと皆さんにお任せする形になってしまいますけど参加者がいればの話、ねまあ、参加者誰もいなかったら僕1人でずっと、ね、あのレンタルキッチン借りて1人でプラモデル作って「あ3時だ帰ろう」<laughs> <laughs> まあ、そういう寂しいことにもなっても、まあ、別にいいでしょうと、うんえー、募集人数は部屋が部屋なので、まあ、定員10名とさせていただきますで開催場所、えー、羽空ハウス住所が東京都北区赤羽3の3の 3, 3、えー、ドミール赤羽609号室と、まあ、トルーパーズがこちら104号室なんですね。 609号室。念のためそのレンタルキッチンのホームページウェブサイト説明欄にリンク載っけておきますね。ということで「集合は当日の朝10時にトルーパーズ前万が一遅刻することが確定された際には分かり次第僕に DM くださいと」と参加費は参加者1人6000円料理長の当日の買い物資金1万5000円このね皆さんの会費から。 1万5,000円を資金とさせていただいてそれでこう料理長の買い物によって足が出た余ったって誤差が出た場合は割り勘で追加で集金するかまたは皆さんに分配返金するか割と料理長にかかっているところはあると思います。とということで一応、まあ 2回ぐらい過去に利用させていただいたんですけど、一通りの食器類は揃ってます。でその揃ってる食器類で対応してください。あの炊飯器がないから用意しろとか、ちょっとそういうのはちょっと勘弁と、えー。食材費は参加費に含まれます。でまあ、あとは w i f i の利用方法。 体質時、ゴミについてはどうのこうの、うんまあ、これらも紙として当日、ね、参加者の皆さんに見てもらえるように紙で用意しておきます申し込み方法、まあ、一応参加人数を明記の上 DM をくださいとトルーパーズ山中私の X 旧 Twitter ですねそちらの DM にお願いしますまたはご来店時に店舗でも受け付けます、まあ大体もう8月18日、うん、1週間前までに申し込みの方お願いします あとは何だろうね砥石僕だから持っていきますねだからナイフを研いだりプラモデル作ったりエアガンや騒げ装備の調整したりで特に何もやることないっていう人 <laughs> みんなとだべりながらあのスマホみ見ててもいいですし、うんまあ、その辺はもう特にねみんなでたこ焼きやるんだ何やるんだとかそういうのはあんまり忙しくなっちゃうのだけなのでのんびり過ごせたらいいなと思っております。のであとは、まあ、せいぜいぜね まあ、料理長が「できたぞ」っつったら「はいいただきますあの手伝ってくれ」っつったら「はい喜んで!」ぐらいですかね今回トルーパーズ騒ぎへ参加経験ある方限定でちょっと募らせていただいてて敷居ちょっとね狭くしちゃっててなんですけども、まあ、これを機にねあの2回3回または窓口の方も調整していけたらいいなと思っておりますのでぜひちょっと。 最初成功させたいなと思っております <laughs> そんな感じの気軽なイベントですけどもね、よかったら参加の方よろしくお願いします最後までご視聴いただいてありがとうございました